はい、こんにちは、キッシーでございます。こんにちは、今日は大森リゾートキャンプ場のオーナー谷本さん、谷本社長さんですねと、いろいろ喋ることありまして、こうやって、お話をさせていただいてます。オーナー、最近なんかウェスティン都ホテル京都さんとなんか、はい、提携プログラムができたそうですね。そうですね、うちのバーベキューを楽しんでいただくという、はい、コースをね、させていただくことになりました。ああ、そうですか、はい。それは大体どんな風な、プランなんですか。そうですね、まあうちへ来られるまでの道筋ですね、はい、まあ、冬でしたら茅葺きの里見学をしたりとか、うん、まあ夏じゃないな、秋でしたら、まあ、高尾のもみじを楽しんでいただくとか、はい、そういうのを加えて のバーベキューを提供しようかなと思っております。そうですか、まあ、これからまたコロナが終わって、そこがたくさんお客さんが見えますんでね、期待できますね。そうですね、まあこういう北山の方をね、できる限り、まあ、楽しんでいただき、まあ、京都の古都観光だけじゃなく、はい、田舎のね、風景をも楽しんでいただければと思います。そうですね、今後ろにこの星条旗も掲げておりますけど、まあ、京都のアメリカ村というふうにですね、キャッチフレーズで最近売ってらっしゃるんで、面白いことになったらいいですね。そうですね、まあ、できる限り僕らもね、頑張って、ウエスタンアメリカっていうね、アピールできたらいいなと思ってますので、そうですね。ところで、バーベキューは、の肉はアメリカンビーフじゃないんですよね。そんなことね、お口に合うのはやはり黒毛和牛と、ね、いうふうに、ね、京都の日本のものを炊いていく。そうですね、はい、それはまあアメリカンビーフよりは和牛の方が美味しいでしょう。そうですね、まあ自家製のお野菜とかね、はい、日本で取れたそういう和牛とか、はい、そういうものを楽しんでいただいて、はい、日本を満喫していただくっていうね、ことを考えています。そうですね、はい、はい、ただ外国から来た方は喜ばれるでしょう。はい、雰囲気はアメリカで、中身は、はい、日本を楽しんでいただく。あ、そうですね、それがやっぱり一番でしょうね。お願いいたします。はい、はい、それでは今日は大森リゾートキャンプ場のオーナー谷本さんがいらしていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼します。